パロマ・ピカソは、フランスとスペインの服飾デザイナー、宝飾デザイナー、金細工士、ティファニーのジュエリーデザインやシグネチャー香水などで知られている。芸術家、パブロ・ピカソと画家フランソワーズ・ジローの娘として、フランスのバロリスで生まれた。出生時の名前は、アンナ・パロマ・ルイス・ピカソ・イジローである。パロマはスペイン語で鳩の意味であり、父が生涯にわたって、 モチーフとしていたものである。パロマとオレンジ、青の中のパロマなど、父の作品の多くに登場している。ドーボアニに、クロード・ピカソ、イボアニに、パウロ・ピカソ、イボアネに、マヤ・ウィドメア・ピカソがいる。また、母と、再婚相手のリュック・シモンとの間に、イフ・イモートのオーレリアがいる。パロマ・ピカソがデザインした、アクセサリー・パロマ、ピカソの宝飾デザイナーとしてのキャリアは、 彼女がパリで服飾デザイナーをしていた1968年に始まった。のみの位置で購入した石を使って作ったラインストーンのネックレスが批評家の注目を集めた。それをきっかけにしてピカソは宝飾デザインの学校に通うようになった。その1年後、ピカソは友人であるイブ・サンローランに最初の作品を見せたところ、サンローランはすぐに 彼のコレクションに添えるアクセサリーのデザインをピカソに依頼した。1971年にはギリシャのジュエリーメーカー、ゾロタス社で働いていた。1980年、ピカソはニューヨークのティファニーとの仕事を始めた。また、香水についての研究を行い、1984年にはロレアルからパロマという香水を発売した。ニューヨークポスト紙で、 ピカソはこの香水を自分のような強い女性のためのものと表現した。同年、パロマブランドのボディローション、パウダー、シャワージェル、石鹸なども発売された。2010年には、ティファニーからデザイナー就任30周年、記念コレクションが発売された。ピカソは赤を好む。ピカソの赤い口紅は彼女の名手と呼ばれていた。フランソ・アナーズは、パロマについて、赤は、 彼女のトレードマークだ。彼女のシグネチャーであり、このデザイナーの赤の時代を定義していると言えるかもしれないと言っている。ピカソが赤に魅了されたのは幼少期からで6歳の時に真っ赤な口紅をつけ始めた。彼女はその赤い口紅によって認識されるようになった。彼女の角張った横顔は父親のキュービズムの傾向を思い出させると言われた。目立たないようにしたい時は 赤い口紅をつけないようにしていた。1973年に父が亡くなり、ピカソは一時的にデザインに興味を失った。同年、ポーランドの映画監督はレリアン・ボロズウィックの映画、インモラル物語に出演し、バートリ・エルジェーベトを演じた。1978年、ピカソは劇作家、演出家のラファエル・ロペスイコール・カンビルと結婚したが、後に離婚した。 1999年、オステオパシー医師であるエリック・テベネと結婚した。芸術やデザインに関心のあるテベネは、ピカソに貴重な示唆を与えた。二人は、スイスのローザンヌとモロッコのマラケシュに住んでいる。ありがとうございます。